広くいろんなものを見たり、そういうのが突き進んでいく気持ち、何の仕事に対しても役に立つと思うので、もう必ず行くぞっていう、なんてこれが好きなんで。会社で、設計と現場管理を担当します、うん、担当したお家はこれとか、これちょっとすごいね。で、お客さんと打ち合わせをして、建物、家具、外構、お庭ですね、こういう置き家具まで全部作るものもあれば、家具も作る、家具も作ります。設計からだからやりたいことそのままなので、あれ、お客さんにスケッチとかを提案して、実際図面を引いて家具屋さんとか大工さんに作ってもらうっていうところまでをしています。でも県内中、家が鹿児島県、ですね、現場を持てば、あとお客さんの家どこに打ち合わせに行く、それはもう鹿児島県内を全部行きます。やっぱ KBCC でやったことって、はい、活かせますか？僕の場合は非常に役立ちました。どういうこと？模型を多分されると思うんですけど、はい、模型と、あとはどちらかというと CAD じゃなくてイラストレーター、フォトショップが僕は役に立った。使って結局お客さん、図面ってお客さんは見れない、細かい図面って読めないから、特に女性の方とか奥様方なんか見えないから、やっぱりこういう絵とかを描いて、でそれを1枚にプレゼンにまとめて、でそれをお客さんに提案するっていう形で、そういう意味では、まあ、プレゼン能力っていう意味では、イラストレーターフォトショップを使い入れてよかったなと。これが社内コンペで提出した模型。すごい、よう作ったね。これどのぐらい作るの？これ時間的に1日だって、軽い。いや、まあボードだよね、ボードと。え、これ一日で作るの？12時間ぐらいで作るよ。すげえ。すごいでしょ。逆にその学生時代もっとやってた方が良かったなってことありました？あ、やってた方がいい。これは勉強じゃなくてもいいですか？会社入ってからすっごいやったことがあるんですけど、いっぱい旅行に行っとけばよかったなと思いました。あ、とにかくいろんな、まあ、住宅に、建築に限ってはもう県内でも県外でもいろんなところのもいいものを見に行ったり、美味しいものを食べたりしとけば、もっと違ったかな、もっと良かったなって思いますね。株式会社ペーパーボーイ&ゴーっていう、いろんなロリポップとかムームドウィンとかたくさん昔からあるウェブサービスの会社で、新しくそのゲームの、部署を作るっていうことになって、それの立ち上げで参加して、今までずっとゲームを作っています。で、実際に作ったやつをちょっと見てもらいたくて、全部 iPhone のゲームなんですけど、こういう音も全部作ったりとかして、なんかこういうゲームをプログラマーさんと一緒に作っていくっていうことをやって、今3つ出したんですけど、まあ、結構ダウンロードはされてる感じです。え、あなたどの辺を担当したの？私はプログラム以外ですね、企画から全部やっていて、企画とデザインと、あとプログラマーさんとやっていたりとか、あとミーティングとか進捗管理と、あと音楽。何で顔を食べてるんですか？歯磨きしてる。そうそう、歯磨きしてる。あ、教え子のソフトも知らないんですか？1個目作って、で次になんか超ライトな感じのゲーム作ろうってなって、超ライトすごいすぐできるゲームを作ろうってなって、バイキンをそのまま、これバイキングって言うんですけど、バイキンのでこの同じバイキンを消していくっていうやつを作って、これも音楽は、音楽作った人は早いね。何をやってるのか全然わからない。これも音とかも全部担当していて、アニメーションとかもこうやってくださいっていうのをプログラマーさんとやり取りしてるっていう感じで、もう一個が最近出したんですけど、なんか花火ショットっていう花火を打ち上げていくっていうゲームを作ったんですけど、なんかこれってただの花火打ち上げるゲームじゃないんですよ。花火を打ち上げて邪魔なものは下に下ろして消すっていうやつ。あ
って花火がまじまじえ、これが花火普通に花火上がるんですよ、うん、こういう風に花火が上がってるじゃないですか、うん、なんですけど、この真ん中でこう打ち上げると変なものが出てくるじゃないですか、黒猫とかを、うん、で、これをなんか実績で見るとこういう風に集めることができる、あれだ、今流行りのなんかこうコレクション的な、コレクション的な要素があって、でこれを110個こういう感じで作っていったみたいな感じです。え、そのイラストとかも自分で描く、そうですね、描いてますね。このイラストってさ、何で結局最後は描き上げる、フォトショーです、フォトショー、フォトショップで、フォトショップ、ドット絵を描くってこと？ドット絵を描きますね。なんか1ピクセルで作って、うん、で拡大してるので、うん、だいたい全部1ピクセルで描いていくっていう感じ、でこれも音楽も作って、あとアプリ、こういうゲームのアプリって何で収入を得るかっていうと、これ無料で出してるので、うん、なんか広告を入れてその広告をタップしてもらって収入を得てるんですよ、うん、なんでその広告をどこに出すとか、で、じゃあ今企画で自分が今持ってるものとかあります、何本ぐらい？3本持ってますね。え、この企画っていうのはどうやって立ち上げるんですか？ここが見えないんだね。ゲームの企画って、ゲームの企画は一番最初のなんかこのドクターケースってさっき見せたやつは、これって一番最初のこのゲーム事業を立ち上げるときに、じゃあゲーム出さないといけないよねってなって、じゃあ私がちょっとアイデア出そうと思って30個ぐらい案出して1個選んでもらったのがこれだったんですね。30個、まあ、こんなゲームを30個だったんだね。あ、案出しは、だから案出さないと、なんかいっぱい出すのがよくって、なんかこう見る人が選べるようにして開けた方が多分いいんじゃないかな。自身にゲーム作りたいと思ったの？いや、それが全然違ってて、中学生の頃の夢がゲーム作る人だった、うん、だけど、なんかこういろんな経験をして、やっぱまあものづくりができればいいかなと思って、うちに入って印刷会社に入って、で印刷会社からウェブに移って、ウェブからゲームに行ったみたいな。へー、学生の時からデザインとかって結構得意だったりしましたか？うん、絵を描くのは得意だったけど、デザインはよく分かんなかったです。で、なんでかっていうと、なんかデザインってこういう絵とかじゃなくって、レイアウトとかだったり配色だったりするから、なんかそういうのはなんか結構センスでしかなくって、デザインって何っていうのでここに入ったっていうのはあるかもしれない、うん、絵を描くのは嫌いじゃなかったんで、うん、今それはないものを売る仕事だから、うん、そういう意味では絵を描くのは役に立ってるかなと思います、うん。だからそういう世界に行くにはどういうものを持てたり、うん、あれですよ、へこたれないってことは怒られても、何くそって思うのが多分一番大事かも。それはもうどこの世界もそうだもんな。あ、そう、あれ、あの、いろんなもの見た方がいいです。で、自分がこれいいなって思ったパンフレットは取っといた方がいい、取っといて勉強した方がいいです。で、それをなんか真似するためにはどうすればいいっていうのを、結構それすごく大事、私はそれやってたんで。雑誌とかやっぱり読みまくったの？そうですね、読みまくりましたね。まあ、文字こう雑誌見てて、あ、このレイアウトすごいって思ったら真似したりとかしてましたね。自分がやりたいことを先につけるっていうのもすごく大事だし、あとはなんかこう自分らしくというか、自分の好きなものを見つけてそれに向かって突き進んでいく気持ちが多分一番大事かなと思います。広くいろんなものを見たり学んだ方がやりたいことがより明確になるのかなっていう意味では、まず早くやりたいことを見つけることがあって、で それを成し遂げるためにどうしたらいいかっていうのを動き出せばいいのかなって思いますけどね。僕は卒業して本当にデザインというものが何かわかんないものに入学したんですけど、BCC で学んで少しずつ上がってきたので、まあ、まだ楽しいというところまでは来てないんですけど、それからデザインが楽しいなと思えるようになればと思います。やりたいことがちゃんと決まってないんですけど、そのいろんな授業ができるので何がやりたいか探せるからいいと思います。うちの学校の目的というか、は、
デザインと漠然考える子たちが何かを学んで何かを体験してそれを働いていく上で、まあ、経験として、ね、生かしていくための授業を行っていますので、まあ、他校に比べるとものすごく幅の広い様々な体験ができる授業を用意してありますね。まあ安心して、2年間、卒業できる。